今年開館30周年を迎えたのは、麻生区の麻生文化センターの中にある麻生図書館と、宮前区の宮前文化センターの中にある宮前図書館です。宮前図書館では毎年秋に 本とお話の1週間を開催していて10回目の今年は宮前文化センターを会場に地域の人に本の魅力を改めて感じてもらおうと様々な企画が行われました視聴覚室では訪れた親子に楽しんでもらおうと人形劇団による講演が行われました このコーナーでは宮前区内で盛んに行われている家庭文庫を紹介しています地域住民が子どもたちのために自宅などを開放して運営している家庭文庫会場では本の貸し出しや読み聞かせをするボランティア活動の様子も紹介されました他にも絵本の選び方について考える会や絵本を通して病気や障害について学ぶ会も開かれ 訪れた人は本から広がる様々な世界を楽しんでいましたこちらは自宅から図書館が遠い人にも気軽に読書を楽しんでもらおうと始まった自動車文庫立花号です現在宮前区だけでなく川崎市内の21カ所を回って本の貸し出しや返却を行っています この日、ミマ前美しの森公園で行われた自動車文庫には、親子連れや地域住民がたくさん訪れ、それぞれが好きな本を手に取っていました。図書館では本だけでなく、地域に役立つ様々な情報を今後も発信していきます。